こんばんは、ミステリー案内人でもじゃもじゃ。ねえ管理人さん、私一人暮らししようと思ってるんだけど、安くていい物件ないかしら。そうですね、妖怪横丁ならいっぱい空いてますよ。あのゾンビがいっぱいいるところか、どうしようかな。そういえば、一人暮らしといえばこんな都市伝説があるんですよ。私はあんこ、マンションで一人暮らしをしている。今日は友人のチリコが泊まりに来た。乾杯。ねえ、会社の方はどう？それがさ、上司がパワハラでさ、会社の話や学生時代の話をして盛り上がり、気づけば真夜中。やばい、すっかり遅くなっちゃったね。明日も早いし、お風呂入って寝よう。そうだね。ああ、いいお湯だった。湯船に浸かったの何年ぶりだろう。チリコは普段シャワーなの？うん、湯船に入った方が気持ちいいのは分かってるんだけどね。あ、そうだ、どうやって寝ようか。うちってシングルベッドが一つしかないからさ。布団あるなら私は布団敷いて寝るよ。目覚ましの準備も OK。そんじゃあおやすみ。あんこ、コンビニ行かない？はぁ、いきなり何言ってるの？いいじゃん、行こうよコンビニ。私唐揚げくん食べたくなっちゃった。こんな時間に唐揚げくん、一人で行ってきなよ。鍵渡すからさ。いいから行こうよ、お願い、行こうよ。しょうがないな。ゴン負けした私はしぶしぶチリコとコンビニに向かった。でもチリコの様子がおかしい。チリコ、どうしたの？なんか顔色悪くない？唐揚げくんなんて嘘。今から駅前の交番に行くよ。交番？なんで？私見ちゃったの。あんこのベッドの下に包丁を持った男の人が隠れているところを。実はこのベッドの下の男にまつわる話は数多く存在していて、アメリカで有名な都市伝説。1912年にベッドの下の男という映画が公開されているんですね。この話をアレンジしたものであるという説と、1997年に公開されたホラー映画ラストサマーのワンシーンを元に作られた話だともされています。果たして真相は？ちなみに深夜に唐揚げくんは売ってないみたいですね。残念。夜寝る前はちゃんと歯磨きしないとね。ぐぐぐぐぐぐ。そしてベッドの下も確認。よし、誰もいないぞ。刃物持ったやつがいたら大変だからな。おやすみ。なんとクローゼットの中に座敷わらしが隠れていたみたいです。この後骸骨さんには幸運が舞い込んできたそうですよ。よかったですね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイなら。夢の中ですれ違った、あれはまさか君。